ムシからサンタナに痛恨のソロを浴びたブルージェイズツインズ。日時間11日トロントブルージェイズの菊池武史投手が10日、日時間11日、4どころ地で行われたツインズ戦に先発。今季最長の8回97球を投げ4安打に、失点、3奪三振、無四死球もリードを許して降板し、今季3勝目はお預けとなった。防御率は 2.64 となった。初回、1死から3連打を浴びて、先制を許した菊池。2回以降は立ち直り、走者を許さなかった。しかし、同点の5回無四からサンタナに、痛恨の右越えソロを浴びた。菊池が8回を投げ切ったのは、完封勝利を挙げた2019年4月18日以来、5シーズンぶりだった。前回登板した3日、同4日のナショナルズ戦は、6回1失点7、奪三振の快投。しかし、救援陣が崩れて、逆転負けを喫し、勝ち負けはつかなかった。4月27日、同28日は黒星を喫しており、これで3戦白星なしとなった。フルカウント編集部。